水って匂いがしますね。匂いが海です。魚。透明度は負けてないね。てかむしろこっちの方が透明度はすごいね。
った？撮った？車エビの養殖をしているところです。すごく有名だそうですね。安定した品質の車エビを日本国内全体に出しているそうです。値段は高いです。ここに来てこういうがっちりした柵を初めて見たので、馬のボックスですらがっちりした柵なかったですから、いかに高価なものを扱ってるかというのが分かります。あ、ここから3手振ってますね。東シナ海です。